くそ。そう、ダイダイ君はもうめっちゃ追いかけてきたから、マジで。お前救うぞ、マジで。よし。ダイダイ君にする。第1話。これ、一緒かな？スキップしていいかな？でも最後だからな、多分。最後だと思うからな、これが。ちょっと最後だと思うから、ちょっとスキップせずにゆっくりいってみよう。多分選択肢、え？あ、でも、ちょっと待って。どうしようかな。のれじゃないよ。のれ、のれど、のれどね。そう、僕の心のどっかにダイダイ君がいるような気がする。そうね、彼を見ていると他人事とは思えない。自分の身が引き締まるような何かがある。だからあんまりほっとけないんですよね。心の中にダイダイ君 なあ、さっきもな、今までもな、うちも興奮したらな、わわわわわってなっちゃったから、興奮するとみんなわわわわってなっちゃうから、みんな心の中にダイダイ君いるんだよね。わ かります？すいません、これ以上うまく言えないんですけど。なんかふとした時に自分でも厄介オタクが発動しそうになる。そうなんだよな。やっぱな、自分のね、好きなことの話題が来ると、うわーって、なんかもう今まで静かだったのに、お前どうしたってぐらいね、ピチャ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 ピチクパチク喋っちゃうんだよね。まあ、な、ニュアンス的にはちょっと近いです。なるほどな。つがいさんの言うことをしばらく反芻する。また反芻好きだよね、このゲームね。反芻好きだよね。牛かなって。反芻だって。あれだよ、牛がさ、牛とかの草食、ヤギもかな。牛って胃が4つかな、あるじゃん。草食べたら、一回飲み込んで胃に送ったやつをまた口の中に戻して、またもぐもぐもぐって、それを反芻って言うんだけど。そうしないとね、草って消化しにくいから、だから胃が4つなんだよね。消化しやすいように何回も何回もこうやって、もぐもぐわー、もぐもぐってして、反芻するんだよね。反芻ゲイになって言ってる。だいぶ話変わるんですけど、おためきやりました。オタクのときめき同人の恋愛ゲスっすよね。最近ちょっと盛り上がってるじゃないですか、喋ったで、ね。面白かったね。面白いんだ。なんかバズらせるためにわざとらしい場面ばっかりなのかと思った。あんまり手が伸ばせてなくて。あ、なんかね、みんながわーわー盛り上がってるやつを。ってなんかいいですって なんかいいですってな。みんなわーわー、その面白いんだろうけど、なんかみんながわーわー、これめっちゃいい、わーわーってなってたら、逆に、なんかやっぱいいかな、私はちょっといいですってなっちゃうんだよ、なんか知らんけど。会長さん、だいぶ喋ったに毒されてますね。ああ、それで一番言われたくないやつじゃん。コンテンツを純粋に楽しむ無垢な心を失った。来た、ドリフト、ドリフト来た。完成ドリフト。完成ドリフトしてきた。どんな引きずり方してんの？これも演技なのかな？ドア開くし、落とした。やつが来る。いや、ギタミ、ウーエイくんさ、ほにゃほにゃほにゃ。一番模範にすべきじゃない状態来ましたね。で、なんか、もう読めね。もう読むの疲れ。ごめん、大大くん、ちょっと疲れるの。読めれないな、もう、これ以上。ちょっと待ってください。わかんない。カードのゲーム落としちゃったの。あのネタですか？わからん、わからん。それじゃなくて。おためき買って楽しんでるようですよ、みたいな。あ、思い出しました。僕、そのゲーム推しの配信全部見たので買ってないんですよ。電流走るって。コートさん、僕あんなゲーム自分で買うわけじゃないですか。代々し、代、代々、代々でしょ。違う。代々ね。代々って言っちゃう。代々じゃない。代々知らない作者のその辺の同人で400円と払えないです。400円払ったんだけど、400円以上払いましたけどね。400円は安すぎるよと思って、もう追加で払わせていただ、購入させていただきました。ありがとうございます、作者。あ、制作者の皆様、ありがとうございます。本当に、この素晴らしいゲームを作っていただいてありがとうございます。本当に。ありがとう、そう、面白くて、あの時めっちゃ投げ銭しちゃいましたね。2000円投げて、その点選択肢おかしいやろと、こっち言いました。特に反応なかったんですが、選択肢違うやつ選んでたんで、ね、見ていてくれたんだと思います。大々君、投げ銭はするんだね。
いや、ちょくちょくしてますよ。メンバークラブにも入ってガチ勢。来月で1位になってバチ変わるんで折れすぎるんですが、ついに金のゆりかマークになるんで、今まで銀だったんですね。うん。お、スマホは素晴らしい。素晴らしい。あなたのガチ勢ですね。素晴らしい。あ、そうか、スマホ版あんだよな。そういやな。何にお金を使いられたいと感じて、何に払いたくないと思うか、人の自由ですから、せやな。ゆりかちゃん、どこが好きなの？ちょっととぼけてるとこですね。ほにゃほにゃ。そういうビジネスモデルなのか。つがいさん、なんか本音が出てるよ、本音。湿気。いや、本当に可愛いんで、好きな切り抜きあるんで見てから来るぞ。来た来た。これ。ここよ。ここ。破壊力ありすぎる。こっち見ないでください。キラキラキラ、キラキラ輝いてるの、ツバ攻撃で輝いてるのか、オーラなのかって、生き生きしてるよね。人間生き生きしてる時が一番いい。でさ、このツガイさんの顔、この表情がすごくいいんだよね。なんかたまらんな、こんな。そうだね、そうだねって聞いてる感じのこの顔がいいよね。そうだね、よかったねみたいなこの表情がいいよね。楽しそうだった。うん、写真がダメだよね。この写真ダメ、かわいいよね。あ、確かにかわいいね、ゆりかちゃん。ほんとそうなんです。ゆりかとかわいいところをゲームで見せると、ちょっとこのアバターの首をかしげるところがありまして、その仕草がガチかわいいんですよね。そうやな、投げ銭すごいですね。ビジネスとして成り立っていそうな。つがいさん、ダイヤくんめっちゃ楽しそうだし、まあ、今回はそんなどうこう言わなくてもいいんじゃない？え、そうですね。少々おせっかいが過ぎました。まあ、どんな形のコンテンツの経緯は持つべきなんだよね。うん、ゲームにも配信にも、その他にもそうだね。いつも死んでそう。だいたいみんな目が死んでる。みんな目が死んでるってなってるの、これ。このゲーム。みんな目が死んでんだよ、マジで。みんな心に闇抱えてんだよ。そう、誰しもな、みんなね、あの人優しい人だねとか、いい人だよね、明るい人だよねって言われたら、言われてる人でもさ、実はもう心の中ではちょっとな、いろんな悩みがあったりさ、辛いことがあったりさ、なんか何かしらみんな何かの闇を抱えてんだよね。やっぱゆうべた最高本気のゲームに発言が面白すぎる。やっぱこいつマジでデリカシーないな。もうデリカシーのなさも演技なのかな。なんか気になっちゃう。君どっからどこまで演技なんですか。コンテンツ談義で盛り上がって一日だった。解散した後もなんとなくつがやさんが言っていた心の中にダイダイくんというワードを自分の中で、あ、絶対半数ゲー、もう半数ゲーだから、これ半数していた。おまじ、出たきちゃかパチ。シャカパチとか初めて聞いたんだけど、シャカパチとか、このゲームやらなかったらシャカパチとか知らんって。え、何それと思った。はい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 、うん、はいはい。出どころのドア開けると、うっすー、お疲れ様です。赤ちゃんさん、こんにちは。まあ、あのドンさんのこっちみんなほにゃほにゃ。大学前会長さん、早く戻ってきてくださるといいですね。でも本当にちゃい引き割れる。そう言うと、ダイナイ君しばらく金属製の重いロッカーを引きずるときにね、ずるずると笑い続けて、なんすか。引き笑いが激しい、ね。どこで壺に入ってるんですか。ダイナイ君、なんか大会とか出たりしてんの。でもカードゲームっつうか、やったことないから、もう集める、もうコレクションするだけだからさ、ポケモンとか遊戯王とかめちゃくちゃ持ってんだけど、全然あのカードゲームよくわかんないで、あの頭悪いんで、あの回転数が全然ないんで、もうできないです。よくわかんないです。集めて終わるぐらい。ほえ、面白いんだったらちょっとやってみようかな、そのカード英雄ってやつ。会長さん、つがいさんが今までで一番大きな声を上げた。え、なに、つがいさん、あ、会長さんも EUQ もやめてられるしか、そんな難しくない、簡単に始めると思います。ほらほらほら、もう、スイッチ入っちゃった。そしたらこれから相手なんですけど、ショップ行きませんか。僕がよく行ってる駅から少し歩く店舗なんですけどね、そこ何回か建てかなってね、デュエルスペース広いでやると思います。はい。ダメです。カードショップだけは、行ってはいけない。なんでカードショップ、
スターターデッキやればルール覚えられるはずなんでいきますか。今私は究極の選択を迫られているような気がする。どっちを選ぶべきなんだろうか。な、選択肢与えられないんだよねこれはね。一度行ってみて損はないと思うので行きましょう。ここは一つダイナイ君の圧に従ってみるかもしれない。選択肢も与えられない。あ、会長さん行ってしまった。安否が心配。カードショップ臭すぎますから。本当に？あ、カードショップ行ったことないんで分かんないんですけど、臭いんですか？マジで分かんないもん。知らない世界だわ。ダイダイ君のバッグについてるアクキーと缶バッジ同士が全て音が鳴るから、入手になっても数メートル以内になる。うるさいよね。アクキー同士もアクキーと缶バッジがバッチバッチ当たってめっちゃうるさいよね。人のこと言えないからな私も。なんか赤キーつな重なってぶら下げてたらとんでもなくうるさいよねあれ。自分でもうるさいなと思いながらどうしようかなって悩むことはありますよ。大通りを越えてさらに奥へ奥へと進んでいく。あ、ここです。ずいぶん奥まで来た。奥まで来すぎてちょっとお茶の水寄りなぐらいなところ。高架下にカードのホラーなどの集会でお茶の水。はえー、コンパクトなお店だね。いや、秋葉原でトリカの店が数階建て立ってること自体相当珍しいですよ。雑居ビルの中にあるね大概。うん、熊よけ熊よけになるんかな。店舗に入り言われるがままにおすすめのスターターデッキを置く。そしてさらに言われるがままに狭くて急な階段を登る。うわ、するとそこではチェック柄チェック柄のさまざまなネルシャツを身にまとったオタクがぎゅうぎゅう詰めになって一周フライのカードゲームを勤しんでいた。ここがなんだっけ。あ、ここがデュエルスペースする。私の心を読んだかのようにダイダイ君が付け加えた。本当に、いや、もしや本当に心を読んで、絶対偶然だよな。これな、読んでんだよな多分な。偶然じゃなくて本当に読んでんだったんだろうなこれな。もう今までのを見てこなかったらなこれな。えってなね。もうこれもう今までのダイダイ君見てきたら、あ、でもこいつ見透かしてやがるってなってんだよな。絶対偶然だわなって。すいません、そのカード見出せないんですよ。特にサイズシールが貼ってあるお宅だから。いや、出せるって。髪が微妙にね、髪にが微妙に濡れてるお宅ってこれどういうことなの。あれなの、油的な。親鳥がひな鳥に餌をあげるときのギャービーとしたお宅のけたたましい叫ぶ声が聞こえるのかい。カードショップ、まあ、そういうことだと思う。まあ、そういうことか、まあ、そういうことだ。心読んだんだと思うよ。もうダイダ君能力者だからな。やべえやつだからな実は。すごい、ダイダ君が8人いる。このまま相手にターン回すとまずい。ダイダ君 A から H が合体して一人になってしまう。記載してくるエグゾディア。あ、この階噛んでますね。もう一個上行きましょう。狭階段もう一度登ると先ほどとは違うまばらにオタクが座っていた。この顔すごい好きなんだけど、どこ見てんねんって。この顔すごい可愛い、なんか可愛いってなんか。でもこれなんかデュエルスペースご利用にあたって注意で、必ずご利用前日もしくは当日にご入浴をお願いしますっていうのが書いてあるけど、本当にこれ貼ってあんのか。そんなに風呂、お風呂入らない人多いの、カードショップって。本当に未知の領域なんで全然わかんないんですけど、え、そうなの？知らん。確かにね、なんかどっかの近所のカードショップ、なんかちっちゃいあのビルとかにあるやつじゃん。だからあのショップ、普通にショップとしてあるお店あんだけど、あの確かにすげえ人いるなっていう時ある。たまに見るとめちゃくちゃ車止まってんじゃんっていう時もあるし、めっちゃ人いるじゃんっていう時あるよ。あるけど、あれ中匂うのかい。気になるけど、いや別にあの用がないから行くことはないと思うんですけど、ちょっと違和感覚える。少しかぐわしい気がする。なんだろうこの挑戦的な前衛的な香りは。なんかちょっと換気悪いのかな、空気が重いわね。気持ち汚して聞いてみることにした。あ、そうですか、僕は全然気に入れませんけど。そっか、じゃあ私がおかしいのかな。鼻がもう慣れちゃってんだよ。本当に私がおかしいのかな。多分だけど私はもうちょっと空気がいい場所に移動した方が集中できると思うわ。多分だけど、いや限りなく確実に、確信に近いけど。あ、本
本当ですか。でもデュエルスペース大体カード買わないで使えないんですよね。ここで買っちゃったので。そうそう、前カウントさんも似たようなこと言ってました。カウントさんとあのでかい十字路に入院してるビールの5階のカードコロシアも行ったんですよ。そしたらカウントさんの顔色がどんどん悪くなっていったんですよ。で、ちょっと体調悪くなっちゃったらしくて、少し外の空気吸ってきますって言ってエレベーター降りて行った後5分後ぐらいにメッセ来て、ごめんなさいちょっと調子悪いんで帰りますって言ってめっちゃ謝ってきたんですよ。そこよりこっちの方がマシだし、コスパもいいからこっち使えという、あ、これ自分だった。そこよりこっちの方がマシだし、コスパもいいからこっちを使えという、ありがたい、代々くんなりのお年だろうか。そうなんだ。今日連れてきてくれたところがザキブリじゃなくて、本当によかった。本当に心からよかったと思う。今、空中に半透明のつがいさんが浮かんでいるような気がして、ふわーってそっと肉ばせした。無茶しやがって、ふわーって。あれ？なんか机？心なしか揺れてる。地震？しかもこんな避難口もろくなさそうなビルのいるときに。大大君、地震だよ！机の下に潜って！とっさに私が机の下に潜る。すると、視界に大大君の緑黄土色の股間が埋め尽くし、周辺視野で丸太のような足が激しく振動しているのが見えた。わかんねえ。どんだけ激しいんその貧乏ゆすり。ちょ、あの会長さん返事ムーブやめてもらえませんか。地震とかもそもそも来てないんですか。最近なんかおかしくなっちゃったんですか。あ、地震かと思ったのは大大君の貧乏ゆすりだったね。貧乏ゆすりな。貧乏ゆすりな。嫌だよね、やられると。でも体にはいいんだよね、実はね。こうやって、あの、足を。ね、あのこう動かしてその血管つかなんかポンプ状になってこの心臓にちゃんと血流がなんたらかんたらしてあのいいんだよね。わかんないけど、よくわかんないけど、そっと胸を撫で下ろしながら元の椅子に座り直した。じゃ あのまずはライトルールか説明しますね。あ、まあ、いいか略もう長い長いもいいか略いいか略。その島の何、島のって何のことですか。僕のデッキケースあんまりいいやつではないんですよ。100均で買っちゃってスリーブは小一丁まですけど、スリーブって言うんだってこれで知ったわ。あ、あの保護シートっつか保護するカバーってスリーブって言うんだと思ったよ。本当に普通にスリーブね、あのうち持ってるけどさ、スリーブっていう名前かどうか全然知らなかった。なな地震でちゃんと机の下に潜るの会長偉いよね。偉いよね。スリーブのことを言ってたんですね。これこっちもスリーブです。エロゲです。あの恋とチョコと、あ、ほなんでエロゲのスリーブ買ってんの。へえ、あの恋とかの方が心よさそうだけど、あの恋とかの方が心よさそうだけど。いや僕も本当にそう思うんですけど、あの恋だと本当にあの全く関係別関係ない別の感動系アニメあれか、あの花的な役所が公式も喋ってたパロディに対しましたが、スリーブがランダム発売されてですね。おいスリーブでランダムありえねだと思ったんですか。え、ランダムってことはブラインドになってるのか。あ、本当そうなんですよ。中身が見えないようになってるのでね、自分シャロン・エ・ディハナクルが推しなんですけど、出るまで買いましたね。4つくらい買ったくらい、6種類なので4つ買わないと出ない、結構運悪いんですよね。そしたらまな板わかめも2つまかぶってですね、大外れですよ本当に。まな板わかめ、なんて呼び方だ。デリカシーなしをオタク極まれりじゃないか。それってそういう呼び方。あ、はい、グリーンディール・ディ・エルスタシアって名前なんですけど、緑髪で不人気でエロギであるまじき貧乳なので、まな板わかめって呼ばれてますね。いや、2つも出たので本当最高でした。本当にいらない。不人気キャラがなんでランダム6種いるんですかね。ブラインドにゴミ混ぜるなんて。さらに好きな人がいるかもしれないのに大声でキャラを罵倒する行為、これは水を差していると思われてしまうかもしれないが、大大君のこれからのオタク人間関係のためにも心を鬼にして一言をかけるべきだろうか。だいだいくん、あんまりそういうことを大きな声で言わない方がいいんじゃないかしら。他の人もいるからね。え、何のことですか。だいだいくんは気づいていないようだった。この場にはいないかもしれないけど、もしそのキャラが好きな人が悪口を聞いてたら嫌だと思うし、マネトワカメのこと好きな人なんでマジこの辺にいるんだな。それいるんだって。もしもいた時のための気配りを。そうだよ、ちゃんといるんだって。いや、このキャラ好きなやついねえだろとか言うの、ほん、いるたりするから、本当に。いるから、本当に。いるからね、本当に。なんか俺、本当にうち人のこと言えんだよな。昔そうだったもん。うちも昔な、なんか好きなね、その、アイドルグループとかさ。いや、俺、そんな、なんかそんな、どうでもいいし、とかみたいな。普通に言ってたから、大声で。あの頃は大大君だったよね、私もね。本当申し訳ねえなと思って。
好きな人いたのにね、そのアイドルグループのね。本当すいませんでした、あの時は。誰に、あの時言いた人すいませんでした、本当に。もう、ね、好きなもの、みんな好きな、自分がね、あの気に入らんくてもね、思うのは自由ですけど、あ、口に出して言っちゃダメなんだよね。いるから好きな人はね。そう。いや、16パイナチス。じゃあ、ルール説明続けていいですか？あ、ちょっと待って。あと、今まだなんかあるんですか？体の特徴とかね、公共の場で大声で言うのも良くないと私は思うけど、ってこうやってなんかさ、会長さんこうやって注意してくれるけど、なんか、実際の大々くんこいつどの口が言っとんだと思ってんだろうな。お前、入ろねえやつが何言ってんだこいつとか思ってんだろうな。すみませんってな。俺こっち殴っといて、おめえな、何言ってんだお前ってなってんだろうな。いや、そういうのなんで、公式でもネタにされてるんですが、え、なんか僕、まずいこと言いましたかね、喋ったではみんな言ってますよ。あ、喋った上なら全然いいんだけどさ、ちょ、TPO、もっと関係ない人でピーとかピーとか僕笑っちゃって、いや、そんな大きな声で言わなくていいから、そういうこと。自分が、言われたら嫌じゃない？そんなことない。いや、僕も散々今までいじめられてバカにされてきたので別にそんな気にならないです。ダイダイ君も辛い思いしてきたのかな。そっかなあ、さっきな、殴られたもんな、こいつにな。こいつにな、殴るや蹴るやな、組み締められてしてるのでな、ひどいよな、ほんまに。ひでえ目にあったもんな、さっきな。自分の価値観で周りもそうだと思って話しちゃう。そうな、そういう時があったよな。本当にもうよくでえな、ちゃんとな。周りものことも考えて話さんといけんなっていう。そっか。会長さんって結構めんどくさいところあるんですね。ごめんね。はい、今までそんな言われたことなかったんで、あ、ルール説明戻りますね。うん。まずじゃんけんで先行、もういい、ここはいい。みさき、はい、ここはいいです。はい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 、はい、長い、はい。はいはい、うん、はあ、かわいいね、お芝居。うん、かわいい。伏せちゃん、うん、かわいい。僕だよ、うん、かわいい。カード英雄コラボありがとう。うん。そうなんだ。へ、あ、そう、うん、あ、クイズ、急に来るね。僕クイズです。自分出すので全く答えられる気がしない。どうしよう。あ、間違ってたら僕言うんで。あ、言うんだ。教えるじゃなくて言うね。ダイダイ君の言葉のセレクトに恐怖を覚えたが。ここはクイズをするしかなさそうだ。じゃあ、で、第1問です。公演カードの縁の色何色だと、何色だと思います？緑色です。ここ、もう何回もやってるから。あ、そうです。緑です。これ簡単すぎましたかね、さすがに。じゃあ次です。はい。あ、なんか、うん、攻撃できるんだよな。あ、そう、その通りなんだよ。うん。の、うん。攻撃できるわけじゃなくてですね。貫通攻撃するものや、うん、もう、はい。分かった。はい。ダイダイ君、何この問題。学科試験みたいじゃん。トレカではこのような重学の隅ツンツンつつき合いが惨事なので、諦めてください。会長さんも慣れないとダメですよ。嫌だ。これ最後に問題します。はい。5個なんだよな。まあ、よく引っかからないの。それは何回もやってっかな。まあ、余裕よ。やって、何回もやってっかな。でれれれれれれ。あ、全問正解でしね。まあ、これは初歩の初歩なんで、もっと難しいのはこれから出てくるんですが、素質あるんじゃないですか、英雄の。まあ、会長ですので、ね、どれは。まるでたった今何かで検索したみたいな、すごい精度ですね。いや、適当にやったっつうか、もう何回もやってっからもう、覚えてるだけですね。じゃあ、もっと踏み込んだ問題出してもいいですかね。ゲッ。じゃあ、てれん、特別問題です。自分側の勇者、で、うん、あ、うん、あ、うん、わかんない、うん。レインが、これなんだよな。あ、そう、すげえだろ。よくわかりましたね。うん、ダイダイ君、さすがにこれじゃ遊びながら教えてくれるかな。そんなこんなで、ダイダイ君に遊びながら1時間程度カード英雄を教えてもらった。ありがとう、ダイダイ君。もう、疲れたから一旦ここまででいいかな。あ、会長さんもお疲れですか？早いですね。フォロワーと対戦するときは5時間ぐらいぶつけてやったりするんですが、まあ、僕らおかしいんだと思います。普通の人ならこれでバテるんでね。遊んでたらちょっとルール分かってきたかも。あ、そうですか。それはよかったです。まあ僕はかれこれ1時間くらい教えてるんで、ライトルールくらい掴んでくれないとこ、うん、1時間も教えてんの。すげえな。ダイダ君、このゲーム面白いね。
私お芝使うの割と好きかもしれない。でも可愛いし、指名犬芝っ子が王道だけど割と使いやすそうなスペシャル進化だよね。お芝の骨投げや公園に届くからどこでも攻撃が届く、シロンとかガンカーとか組み合わせて公園を倒したら良いのかしら。それかジュエル溜まってたらアイテムの中電撃で 2P 攻撃して削り切るとか。ダイダ君はどう組めばいいと思う？すげえよな、会長さん。頭いいだな。よく覚えたな。全然わかんねえもん、見てても。すげえな、マジで。ダイダ君もびっくりだよね。あれ？ダイダ君？もしかして今、私が言ったこと全部間違ってた？いえいえ、まあ、会長さんの話聞いてただけです。お芝人軸で構築組んでる人割といるので、全く見当違いとかではないです。あ、本当？よかった。まあ、これはどんなデッキでもいるんですけど、何か SP を進化させるつもりで軸でデッキ組むとそれこそ 早い。なかなか厳しい事態が応援してあるので、まあ、お芝は HP 高くてくっそ優秀なので、そこまで考える必要はないんですが、どういう意味かというと、HP が高くて硬いお芝が売れる状況というのが、割と負け格というか、あ、そうなんだ。お芝倒れるような状況がやばいってこと。あ、めっちゃわかりやすい。じゃあ、鉄の盾とか、ちょっとデッキ入れて組んでみたらいいかな。ありがとね。本当に1時間でよく覚えて、本当だよ。わかんねえよ。1時間どころかもう、1年経っても多分覚えれないです。えってなるの。なんかカードゲームできる人って頭いいなと思うよ、ほんと。すげえなと思う。やべえなと思う。全くもうバカだから全然覚えれないもん、私。マジで。え？ってなるもん。ポカーンと、もう、だからもう全部もう、右耳から入ってても左ピョーンってなんかピョンファーって頭に入らん。スルーしてピョンってなんかどっか行っちゃう。もう全然頭真っ白ってなる。あんまり頻繁にできないかもだけど、英雄面白いかも。今度またやりたい。もう少し空気の切れないところでな。誰だか教えてくれてありがとね。まあ、会長さんが質問はたったライトルールだけなので、他にもルールあるのでこれだけで終わったわけじゃないので。じゃあ道は長そうだな。ですから。で、顔を赤くして。会長のまた僕と門署に一緒に来てほしいです。それは。換気がしてあるとこならね。デッキをカバンにしまって動物へ。デュエルスペースを離れた。動物園の方がまだいい。まだ、ね、まだ獣臭の方がマシなのかな と思うけど。第2話、はい。すいません、会長さん、会長さん、これから、連携ぐらい行きませんか？何？ゆっくり喋ってみな。一回で聞き取って、もう俺も言えてないよ、もう滑舌がわけわからなくなってる。一回で聞き取ってくれませんかね？代々リスニング、かっこ音声は一回限り流れますわ。英語の資格試験よりむずいよ。カラオケ行きましょう、今から。今から？いきなり？近くに歌場所あるので、歌場所行きましょう。秋葉原に歌場所あるんだ。ありますよ。変なビルの、変なビルってなる。目立たないだと思います。まあ、時間見たらまだ言うて16時ぐらいだったし、じゃあ行くか。あ、はい、僕アニメ曲ばっかり歌うんですが、アニメとか歌郎のやばい曲歌いまくるんですが、いいですかね？いいですか？僕カラオケで、いや、分かった、いいよ、分かったから。で、でも、うちもなんかアニソンか特撮ソングばっかり歌うかなと思うよ。あとサカナクション。今年の次はカラオケと。中学生オタクのようなデートプランに拙者も心が躍ってまいる。狭くてボロボロの丸い押しボタンのエレベーターに乗って5階まで上がると、お世辞にも綺麗とは言えない蛍光灯がついているはずなのに、ほのかに薄暗さのある充血鬼がエレベーターの1メートルもないくらい先に突然出てきた。受付に人はあるぞ。大々君とカウンターの前で待っていると、1分後くらいに奥から気だるげにバイトの店員さんが出てきた。ご利用時間は？あ、2時間で。1時間でいいじゃん。でも1時間って秒ですよ、秒。2人で1時間秒で終わりますから。大々君と差しカラオケという想像しただけで恐ろしい時間が秒で過ぎると思う。そうだな。すげえ長く感じるんだ。とりあえず1時間入って、後で延長したかったりしようよ。ドリンクバー飲み放題込みだから長時間の方が得とかじゃないっしょ。いや、まあ、それはそう。もう、分かった。もう、分かった。予想通り狭くて暗い。僕、カラオケ絶対歌曲あるんですよね。会長さん、すいません。これだけ聞いてください。これだけは。なあ。なあ、こいつはな、こいつって、大学はな、聞いてください、聞いてくださいって、なんか、ひしこいで聞いてくださいって言ったのに、なんか、会長さんの歌聞かねえんだよな。まあ、今、ちょっと切れ気味だから言うと聞かないから、しょうがねえから。
あんだけな、ボコスカやられたからな、しょうがないかなってなるよね。会長さん、この曲ガチで面白いですね。これ題名と歌詞逆さに読むと落ち。あれ、ミルク、なるんだよな、たぶん。のやつなんだな、たぶん。ああ、そうだね。中学生の頃だったら手叩いて笑ってたもん。ミルク？ん？違う、くるみでした。すいません。なんかもう訳わからんくなった。くるみでした。人生は。そして感想部分で私が目の前に置いて悩んでいた曲の端末をさっと取り上げると、もう一曲難しい感じだらけの歌曲、二人で来てるの無許可で二曲連続で入れるなよって、もうそれもやべえなと思う。ほら、端末を起こしなさい。赤い中さんまだ曲入れてなかったです。入れてなかった端末を持っててください。いらっしゃいです。こんなやつおるんか。歌い中のハイフンでございます。ああ、わかったわかった。これって、大暴れたシリーズの有名な相手、ハイフンさんですね。ハイフン、アンダーさんかな。やっと私の番だ。最近ミープレで繰り返し聞いたアイソンタウンはコーラも嵐、ダイダイ君もや。失礼します。これ取ってください。取っといてください。ダイダイ君、私の曲のイントロが始まると、そそくさとコップを持って部屋から出て、どこ行くね。あいつ、ひとしきり歌って満足してドリンクバー取りに行ったっぽいな。コール取っといてって何？案の定、ダイナ君はコールのパートまで間に合わなかった。 仕方ないけど、コールのパートも一人で歌う。失礼します。 この手、手よ。で、ダイナ君はホットのカフェラテとアクターアイズに分類され、味のよくある食べ放題にソフトクリームダイソーに抱えて部屋に戻ってきた。昔は好きだった。そうなんだ。ちょっともうこれ、恒例の部分終わってるじゃないですか。会長さん、歌うの早すぎ。曲の進行に早いも遅いもないだろ。ちょっと時間計算しよう。ドリンクバー、フロア1回用の最悪部だし。ホットのカフェラテはどう考えてもドリンクバー所有時間、ランク表で F タイヤだろ。P ガガガガよ。P ガガガ。ホットのカフェラテってさ、その後にプシューの時間が十数秒続いて、さらにシューって抽出して。とにかく止まる時間かかるよ。ソフトクリームも持ってるし。So long time。 長時間だね。そしてとうとう歌っている曲のラスサビに、ダイダイ君のこと考えてても仕方ない。ここは最後気持ちよく決めよう。この曲、僕サビも好きなんですよね。僕も歌いますね。は それはってなるわな。そうするとダイダイ君を目の前に置いてた自分のマイクを手に取ってラスサビを熱唱した。私の曲なんだが、もう指摘する気も起き、予想を裏切らずダイダイ君のカラオケは死ぬほど疲れた。陰気な過剰摂取は体を蝕むのだ。何事もほどほどにね。の結果があれなのか。本当に1時間でよかった。